イドルですゲーム TV。 どうもアイドルです、アイドルですゲーム TV。 さあ今回からね、知らせちゃん編やっていくわ。もうすげえ気になってるこの子の物語が。何なんだろうね、謎なんだよぶっちゃけ。誰なんだよこいつ。その不死身だっけ、白浜不死身ちゃんの本人なのかな、本人か誰なんだろうなこれ。この物語見れば分かると思うんだけど、今回もねもうめっちゃカットしてね、めっちゃサクサクやっていくわ。やつらがいる、急だわ。やっぱ急だなこの子の場合。なんか何もかもが早い、声うちのチームから3人も選抜メンバーに選ばれたんだし、絶対に決勝まで勝ち残ろうね。そう、必ずね、必ず3人を強調するねこの子。1人目すぐ死ぬのにね。カラスマリト、そして天王寺彩香、やつらにだけは負けられねえ、絶対に蹴落としてやる。てか今思ったんだけどさ、知らせちゃん編の場合さ、あの第一ゲームめっちゃ楽じゃね。だってもう完璧にマリネーから漏れるでしょ。ランキング15位の私がなぜ選抜メンバーに選ばれたのか、そんなのはわからない。どうもかく、こいつはチャンスだ、蹴落とすだけじゃねえ。できれば生放送でとんでもねえ恥をかかしてやりて。一つ聞くけどさ、喋り方すげえ怖えよ。俺よりも口悪いよ多分。この二人はそれだけの罰を受けて叱るべき存在なんだ。白浜不死身だった私には相談しても良い権利がある。お早速もう一つのモヤモヤが解決した。こいつ不死身だったんだやっぱり。施設上がりの私は芸能界で這い上がろうとした。施設上がりなんだ。47のオーディションも過労死で合格してチームスマイルに入れてもらい、でも顔全然違うよね。デビューも決まってそれなりのポジションを得られそうな矢先だった。あ、結構人気だったんだね。だが奴らにチャンスを潰された。人生をめちゃくちゃにされたという表現が生優しいほど。私を追い詰めた。ちょっとこの子かわいそうじゃね、めちゃくちゃ。白浜不死身という人間をこの世から消滅させるほど奴らは私を蹂躙した。復讐だ、カラスマリと天王寺彩香、お前たちの存在をこの地上から消し去ってくれる。怖え。だが問題もある。それもどでけえ問題が。いや、あの俺でもどでけえっては言わねえわ。今年の DOD に奴らも出場するって知ったのがついさっきだったって点だ。はっ、くっそー、どう考えても準備不足じゃねえかよ。お前心の中でどんだけ叫んでんだよ。しーちゃん。しらせ。おい、しーちゃん。どうしたのしーちゃん。なんでもない。なんかしーちゃんってば、時々電源がオフになるんだよね。いや逆に電源オンなってるよ。これから始まる DOD のことを考えてたんだよ。まあ確かにね。ほら不気味なお屋敷だし、ゲームとかで負けちゃったら知らせアウトとか声がして。そのポーズ、俺が丸ボタンを押さない限りずっとやってんでしょ。多分体やるよ、どっか。お尻くらわされちゃったらどうしようなんて考えてて。全く考えてねえな、お前。なんなのよそれは。お、マリネのフォローだよね。どうしたらいいの。こっちはこっちでめんどくせえな。ハッカーとか暴走族とか、マリコ組にはかなり危ない人たちも混じってるし、うん、はい、ああ無理無理、マリネゾーン入ってる。こうなるとロケか打ち合わせが始まるまで戻ってこないと思うよ。つうかさ、ボケタちゃんは何やってんだろうね。うちらより先にお屋敷入りしちゃってさ、いつになったら戻ってくんだろう。スタッフと打ち合わせでもしてんのかな。ボケタちゃんって何それ。我らが邪魔ね、起きた工事のことだよ。先月あいつ
街ブラ番組の入り時間めっちゃ間違えてしらせに教えてきたの。おかげでしらせ超絶大遅刻、めっちゃ重い現場だったわ。あれはないわ、うん、けどさボケたはさすがに言い過ぎかな。いいのいいの、本人公認だから。お、やべ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 、今サイレンになって気づいたけど俺今まで普通に何も喋んなかったわ。普通にゲームやってたわ。あ、何？いよいよおっぱじまるぞ。スピーカー？誰の声？ディレクターじゃないわよね。さあ愚かなアイドルども、生放送のお映画タイムだ。とっとと中に入るぞ。はい、夢の時間の始まりパクよ。ケイ、はい。あーこれね、これ飛ばすわ。はい、せーの、カット。いた。お、カラスマリトン。ありえへんのはてめえが私にやった数々の所業だ。と思ったんだけどさ、整形とかしたのかな。理由もなくてめえは白浜富士見を消滅させた、滅ぼしたんだ。確かにそうだよね。本当に虫を入れ、ああ衣装をボロボロにして、あーいじめだいじめ、場所のメモをすり替えて、あーめっちゃいじめで、いじめだねこれ。どんな人もとひどい噂をチーム内に流し、つぶやきを捏造して居場所を奪った。あの地獄から逃れるため、ちょうど今から1年前私は逃げた。チームを脱退するしかなかったんだ。チームスマイルの新人白浜富士見はデビューのチャンスを潰され死んだ。けどな、私は負けねえ、決して負けねえ。この子何があったんだろうね、この1年間の間に。名前を変え、見た目を変え、左利きも変え、ほう、どえらい努力で自分を変えた。すげえな。負けない心を養った、自分というものを鍛え直した、全ては復讐のためだ。まずは取り巻きどもの天ヶ崎と大津を徹底的に叩き潰してやった。おー、あのリードちゃんと一緒にやったやつらね。てめえという本丸をこの手で落城させるため、生まれ変わった筑波知らせとして47のオーディションを受け直した。チームハッピーの一員としてデビューまでようやくこぎつけたんだ。いつかはこういうチャンスが巡ってくると固く信じていた。すべてはてめえにそっくりそのままお返しするためだ。一匹狼を飲めるなよ。怖えし、でもかっけえな。さあ、おっぱじまったパクよ。ああ、今の雰囲気台無し。はい、飛ばそう、飛ばそう、うん、飛ばす、全然飛ばす。マイナーの全能じゃん。てめえもリードと同罪だ。あの、急に叫ばないでくんねえかな。チームリーダーのくせに私への仕打ちを見て見ぬふりをした。え、でも手前は関係ないんだよね、多分。関係あるか。いや、どうせてめえが絵図を描いてたんだろ。リトはてめえの側近だからな。あー、全部リトちゃんのせいですね。側近が勝手なんてしねえ。すべてはてめえの指示だ、この黒幕フィクサー。私が和歌山から逃げ出したように、てめえも大阪から、いや、この世から追放してやる。完璧な飛ばっちりきてるな。しかし、どうする、どうすりゃいいんだよ。名付けてバトロワイヤル。なんだよあいつは、どう見たって色物じゃねえかよ。敵を見つけて話しかけたら、でもバトルを宣言できる。怪しいわ。はい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 。なんだろ。おいおいおい。なんだ。あ、持ってこいだね。バトル中は。いいじゃんいいじゃん。バクロワイヤルとやらで、奴らの正体を暴露できるかも。あ、ごめん、なんかね、あのセリフちょくちょく飛ばしちゃってるけど、まあこれごめんね。なんなら私、白浜富士見の件だって暴露してもいい。おお、マジか。今の私は筑波知らせだ。白浜富士見の恥はノーダメージ。いやいや、白浜富士見って存在バレたら筑波知らせがのダメージ受けるじゃん。だって普通音声のミュートも関係ねえ。
後でネットに真実を書き込んでやる。つくば知らせ。え？お前はダイエット中なのに、おとといの夜ビッグチョコモナカをこっそり食べたな。しーちゃん、そうなの？嘘。ボケたちゃんにも隠してたのに。おいらに隠し事はできないんだな。このバク野郎、気に入るんじゃねえよ。マジで心の中暴言しか入ってねえな。それだからマイナータレントは困るぜ。段取りってのができてね。マジか。なんでこいつ知ってんだ。ボケたにはバレてねえし。ああ、チームのドイツかか、翔子かな、里美かな。まあ誰でもいっか。世にも恐ろしい死と隣り合わせのデスゲームが待ち受けてるパン。胸の大きさが全然違え。3人もう左から中でかねえだな。中でかねえ死と。大げさに言ってるだけだよ。当てた。バイブレーションダンスだ。だよね。このバカ野郎、嬉しいこと言ってくれるじゃねえか。死の罰ゲームなんて大げさすぎるけど、そんだけひどいってことだろ。奴らの正体を暴露してさらに罰ゲームで大恥か。まずまずの復讐じゃねえか。なんか一人だけこのゲーム楽しんでんな。それじゃあそろそろチャレンジをスタートするパクよ。オッケー。しーちゃん、しーちゃん、なに？しーちゃんはこの番組でリベンジ達成できるかな。全部知ってるんだな、本当に。はあ、リベンジ？何のことだろう。しらせちゃんのとっても素敵なドス黒さ、おいらすっごく知ってるよ。どうやって情報集めたんだろうね。さっきのオープニングもそうだけど、運営はしらせにどんなキャラ付けしたいのかな。ほんとほんと、アンナリストプロもマジ勘弁してほしいな。これしらちゃん次文句くるか。キャラなんていらねえよ。この番組でしーちゃんはありのままの素顔をさらけ出すだけパクよ。しらせ、わけわかんないんですけど。演技うめえな。今日は和歌山って雨なんですけど。ああ、おいおい、え、あ、やべえ、感づいた。てめえ、和歌山だと？どこまで知ってやがる、適当か。いや、和歌山なんて適当に出てくるもんじゃねえ。そりゃ適当に、いや、まず、え？和歌山って適当に出てこねえだろ、普通。そうか、こっちも危険なんだ。マクロワイヤルで、私の惨めな過去が、白浜不死身だった過去がさらされるかも。だからさっき脳ダメージって言っただろお前。ミュートがマジなら視聴者にはバレねえけど、スタッフや運営には。あ、そっか、存在してたんだよね多分。それに奴らにバレちまう。そうしたら破滅だ。特にリトだ。あいつは私が白浜不死身だと知ったら何を仕掛けてくるか分かったもんじゃねえ。本当だよな、こいつ一番危ねえな。それだけは何としてでも防がねえと。潰さねえとダメだな。考えろ考えろ考えろ、つくば知らせ。大丈夫だ、今のお前の分身は俺だ。おっと、そろそろ時間たくね。アイドルども、こっち。はい、分かったよ。はい、いいよ。始まっちまった。もうやめて、その心の中の暴言。暴言っていうかその叫びやめて。あーと、確かファンは俺が多分3番目ぐらいに少ねえんだろうな。あー、そうだね、すげえな、42人のマリネかっけえな。まず気に入らない、気に入らない、あれ気に入らないが2人しかいない。てあやはまあそっか、存在知らねえもんな。でもなんでかわかんねえけど、リトちゃんはもうすでに気に入らない。レンジョボシも気に入らない。もうよくわかんねえわ。まあ普通にカットして進んで。あー待てよ、まだ俺あれをやってねえな。あ、これさ、どんどん見つけるぞ。かわいい。アイテムのそのあれだね、拾う挙動みたいなのも全員個性があるね。ちょっと待って、行くよ一回。でもすでに見えてんな。パンサイフーン、タイフーン、パンサイフーン。おう、チャールちゃん、へい。走り方がなんかかわいいな。よじゃね、
しーちゃん。おはよう。励ます。お姉は実力もあるし、きっと先のチャレンジにも進んでいけるよ。ありがとうしーちゃん。けどしーちゃんだって先に進めるよ。てかスカート短すぎじゃねえ、もう思えばどっちも。それ見えるわ。なんかその見えてもいいやつ履けよ。もちろんもちろん。チームハッピーで決勝まで進んじゃおうね。うん、無論復讐の方もセットでな。あ、すげえ、心の中めっちゃ聞こえる。あ、出た、コントローラーが動かなくなる現象。ああちょ、何これ、もう本当にこれ何なのこの不具合。コントローラーの電源、何、動くときと動かないときの差。動けよやっと動いたし。ちょっと待って、ちはね、おはよう。で、100円ちょうだい。ちはね、ドリームコインちょうだい。あ、うん、いいけど。ああやばい、ちょっとなんか嫌がられたな。ちょっと待ってよ、これでさ、気にあれだよね、大丈夫だよね。あ、まあまあ好きになるんだ。はあ、そんくらいの友情関係だったんだね。ひどい。カットしよう。な、天王よど、え、なに、イベント、え、あんのイベント。お、二人がお揃いかよ。私、センターになった姿をリトに必ず見せるから。こんなイベント初めてだね。そん意気込みや。あれ、チームハッピーのつくばしらせちゃん。あ、やばい。あ、はい。あれ、あ、こないだの番組見させてもらったよ。長太の町ぶら天国。うん、なんか他の人の時と違って普通に喋ろうとしてる。すごい遅刻だったらしいけど大丈夫だった？だってゲストが超ベテランのグランド関西師匠でしょ。誰だよ。私も師匠とは一度だけ一緒に仕事したけど、とんでもなく厳しい人だった。若手やアイドルには特にうるさいんだよね。愛の無知ってやつだろうけど、私も収録中2度も叱られちゃった。あ、まあ遅刻は大ピンチだったし、早速叱られはしたけど、ロケの空気が重くなった以外はまあなんとか。話し方が事前に師匠の漫才とか見て自分なりに分析とかしておいたのが良かったのかも。あのネタは面白かったとかちょくちょく話しかけたりしてご機嫌を伺ったし。すっごい研究熱心なんだね。リトちゃんが無言だ。あ、じゃあもしかして私のことも分析済みとか。ああ、だったら恥ずかしいかも。あ、嬉しいかな。てめえのことなら1から100まで知ってるよ。なれなれしくしてきやがって。あー、イラつく、あー、ムカつくすげえマジでこのギャップ。これからはしらせちゃんって呼んでもいい？いいよって言うんだろうな。あ、うん、さっきどさくさで呼んでたじゃねえか、このド天然この番組じゃライバル同士だけど、これを機会に仲良くしようね。いいやつなんだけどな。あ、まあ隣が怖えけどな。笑顔を私に向けるな。殺意をコントロールできねえだろうが。つくば班。お、あ、はい。なんや怪しい番組やけど、腐らんと浮き張りやす。意味がわかんないどうも。何が浮き張りやすだ。私はそれをどう蹴落とすかで決まりまくりだっつーこえ、これ、このイベントやら、この子、てめえは言うねん。つくばさん、まあ、バカお前、こえ、これ、コインちょうだい。ストレートな要求ねいいけどコインちょうだいお前、クソだな俺ぐらい性格悪いな。じゃあまずさ、カットしますわ、いる、しまった、カットできねえじゃん。もう一回コインもらおうかな。何してんのお前、お前バンなんか、お前いつも変だよな。なんか浸透われてくんな、嫌味言うか。チームスマイルは関西弁が基本なのに
なんでリーダーは標準語なんだろう。あ、そうなの。別にいいでしょ、標準語キャラで認められてるんだから。うろたえさせてやるか。こっちは真相知ってんだよこっちやってみっか。まあその方が東京の番組とかにも紛れ込みやすいもんね。何よその紛れ込むって言い方は。さっきからいちいち嫌味っぽくないかな。嫌味じゃないよ、本当のこと言ってるだけ。てめえの北川地弁はヤンキー丸出しで下品すぎるんだよな。いや、その北川地弁の人たちに謝れ。それで事務所から標準語命令が出てるってこっちは知ってるんだけどな。そうなんだ。へえ。てめえは、まあ欠点を指摘する。天のおじさんって人気あるけど演技力はないよね、はっきり言って嫌いなやつにはとことん詰めてんだな。まあね、そこはちょっと自信ないかな。あー、認めた。普通に演技は勉強中だから、今後はそういったお仕事も増えるといいんだけどね。増えないと思うな難しい役で自滅しまいな、うん、天のおじさんの女優活動すっげー期待してる。本当？天のおじさんって知的にも見えるから、お医者さんとか科学者の役とか見たいな潰す気満々だな。お医者さんに科学者、いいかもしんないわね。あー、調子乗ってるこっちは知ってるんだよ、どうしててめえが女優活動を制限してっかを。ある意味無敵だなお前。てめえは致命的にセリフ覚えが悪いし、漢字の読み間違えもひでえからな。お前やめろ、漢字の読み間違いやめろ、俺にそれを言うな、バカタレが。俺が泣くぞ、やめろ。なんかあるといいけどカットだな。マリネートチャネだ。え、ちょっと待って、もしかして俺がシラシャの場合ゴールデンドリームボールチャルチャに行くの。頼む、コントローラーがクッコとマクパーカけど、なんで気に止まんのこれ。あ、また動かなくなる。ちょっとタンマ。オッケー、私は大丈夫、きっと合格してみせるから。頼むよ、俺にくれよ。何してるんだろう。だから受け取って。おい、チームハッピーのエースがこんなところで消えちゃダメ。いや、俺にやれ、俺にくれ。わかりました。いや、ダメでしょ、マリネ俺にやれよ。さあ、審査ルームはすぐそこよ。ちょっと待ってよ。それじゃ。いや、ダメでしょ。はあ、チハネ出て行っちゃった。え、俺にやるでしょ。ちいちゃん、普通。マリネ、チハネに何か渡したの。うん、ゴールデンドリームボールを。お前バカか。え、それって絶対に合格できるスペシャルアイテムの。マリネ見つけたんだ。ええ、偶然ね。けどなんでそれをチハネに。私には過ぎたアイテムかなって。いや、この際アイテムを貴様が手に入れたことはどうでもいい。なぜ俺に渡さねえんだよ。なんで。だって必ず次のチャレンジに進めるのよ。だから俺にやれよ。だったらうちのエースに渡すのがチーム最年長として当然の務めでしょ。いや、そしたらうちのエース、そしたら今度シラシャに渡すんじゃないの。そうなのかな。番組的にも盛り上がると思うの。ジハルに期待して。俺盛り下がってるわ。いっぱいいるはずだし。俺のこと考えろお前。どうしたの。ジハネ断ったよね。ええ、だから説得したわ。これはあなたのためのアイテムだって。ジハルはご実家も大変だし、センターになったら親孝行もできるわけだし、何度も言い聞かせてやっと受け取ってくれたのよ。だよね。 100% 俺の方大変だぞ。あのさ、マリネ自覚してる。何を。大変なのはマリネ自身もそうだって。言うな言うな、かわいそうだぞ。まあ年齢的にも人気的にももう後がないかなって正直そう思ってる。こんないい人がそんなこと言ったら俺が悲しくなるよ。ファンだって減ってて、濃い人たちしか残っていないし濃い人たちって。さっきの紹介ビデオのキャッチコピーもありかなって。それは認めちゃダメだ。だったらあのアイテムはマリネーが使うべきだったんじゃないかな。でも、まあ
そういうとこがマリネーの大好きなとこなんだけどね。頼むから心の中で文句は言わないでな、マリネーの。しーちゃん絶対合格してよね。チームハッピー揃って第二チャレンジに進もう。もちろんよ、私だってこのチャンスを無駄にはしないわ。あ、よかった、心の声出なかった。あいつ合格しちゃった、バカタレが。くそったれ。うん、まあ声もらおうか。マリネー、じいちゃん、ごめんな、もう消えるの分かっちゃってるから、もらうしかねえんだ。コイン送れ送れ。仕方ないわね、無駄遣いしたらダメよ。大丈夫です、無駄遣いしません。マリネーってさ、多分ずっと好きなんだね。すげえ揺るぎねえいい人だ。マリネー、じいちゃんチャルちゃんは100円渡しただけですぐにまあまあなったからな。マリネ、地下だ。いい人だな。もう300円めっちゃもらっとこう。まあ、300円だからね。これ次もらえなくなるから。俺まだもらえる。え？マリネ、じいちゃん。え？マリネ、地下だ。あ、マリネのテンションがクソ落と下がってきてる。あ、気に入られてる。マリネ、じいちゃん。ああ、そんなことなかったね。そんなことなかったわ。頑張っ。でも恋めっちゃ増えた。あー、右行ってみ、あー上か、上行ってみ、左行ってから受けに行くか。マリネごめん。あー、めっちゃチャレンジしてる。ちょっと待って、じゃあカットするわ。お、しーちゃんのお出ましか。これってなんかのゲート？その通り、このゲートの向こうが審査ルームだ。ゲー分かってるぜ。ボールは持ってるか？持ってねえよ。入場料のコインは足りてるか？コインは多いぞ。持たざる者は通過できないパクよ。うるせえバカ野郎。オッケーオッケー。さあ、1800円だから。いやー、これ外したらすげえ痛えな。今まで全部完璧にいってっけど、1は来ねえな。2から買うか。2468、で455あたり来そうだろ。7とか買っとくか。これで来なかったら泣くな。1351359、これで行けなかったらマジでただ運悪いのね。行くしかねえ、行こう。ボールを持ってきたパクね。持ってきたよ。もちろんルールは分かってるかな。分かってるよ。大体分かってるから説明はいらないよ。どんどん来い。しーちゃんの運はどの程度のものなのかな。それ今知るよ。うんね。自信ないよ。おい。ほう？あるわけない。物心ついたら施設の中で、学校でもいじめられっぱなし。マジか。アイドルになれたかと思えば、あいつらが現れやがった。まさかのいじめ、ジョイバンだ。いじめにジョイバンなんてあるんだな。なんていいわけがね。さあ、それじゃボールを用意しな。いや、これでマジで外れたら本当運ねえよ。俺が。頼むよ、しーちゃん。審査スタート。頼む。よし、やるぞ。2458。ここら辺だ。止まれ。行け。行けよ。頼む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 。頼む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 。ここで止まって。あ、よかった。マジでこれ完璧じゃない？よくその体勢維持できんな。足ねえように見えるぞ。すげえ最初真顔だったね。うん、なんとか突破できたよ。あとはマリコさんだね。やめろ。不安だな。大丈夫かな。やめろ。マリネなら心配ないよ。心配あるよ。お人よしでいつも他人や場の空気を優先する自己評価の低い先輩。アイドルとしての資質は致命的なまでに欠けてるけど、今の私にとっては優しくて面倒見のいいかけがえのない仲間なんだ。ああ、さすがにマリネーのことは大好きだね。お願い、こんな序盤で脱落しないで。ああ、しーちゃんとチャルちゃん揃って合格。ああ、もう未来見えちゃってるもんな。
そんでもってちょうど今第一チャレンジが終了。終わったんだ。そうたくよ、7人中6人が合格したからこれで終了。はい。誰が脱落者なの？リート、アヤカ、こんなしょっぱなで落ちるんじゃねえぞ。おい、やめろ。てめえらの地獄落ちはもっと恥をかかせてからだ。目が怖え。ねえ、トリパクさん、教えて。最初の第一チャレンジで落っこちちまった間抜けなメンバーは鎌田麻里子だ。はい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 。嘘じゃないんですよ。残念、崖っぷちから転落だ。そうですね。せっかくスペシャルアイテムを手に入れたのにそいつを譲っちまうとは、ただの間抜けだな。おい、麻里子さん、笑うなバカ。ごめん。まあ、どうしてもって渡したのはマリネーだし恨んではないと思うけど、それはこれから始まる罰ゲームの内容次第だと思うけど。ああ、もうこれで千春ちゃんとても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 悲しい思いするね。千春ちゃん、ナイスコメント。ああ、どうも。それじゃあマリネーにはデスライブに行ってもらおうかな。デスライブ？罰ゲームの名前かな。そうだ、オイラが考えたテレビの限界を超えちまったスリル満点のゲームだ。いや、もう、はい、結構事故が多いけどね。マリネーには悪いけど、ここはしっかり見極めねえと。頼むぜ。アイドル相手だからって一切の容赦はいらねえぞ。若手芸人に食らわす並みのきっつい罰ゲームをやってくれ。そんなもんじゃねえよ。マリネーには本当悪いけど、しーちゃん、もう決まった運命だもんな、あの人は。ゲームクリアで敗者復活だし、マリコさんを応援しよう。そうだね、説明を聞いてなかった。敗者復活か、それはそれで悪くねえか。そんなもんないけどね。何度もデスライブをやらせて恥の機会を増やすってのも悪くねえ。よーし、そろそろ始めようか。ファーストデスライブ、レディーゴー。はい、まあカットするんですけどね。はい、じゃあいきますよ。ドリームオブドリームからのドリームオアです。なんかすごい爆発だったけど。思いっきり爆発したね。残念、オイラの手違いで鍵を間違えてたパクね。クソですね。ごめん、マリネ、おっちょこちょいを許してほしいパクね。後で殺すからね、お前。マリネはどうなっちゃったの？見たままだ、粉々の爆死パクよ。そんなのありえないよ。そうだよ、特撮とかなんだよね。特撮？まだ分かってないパクか。今年の DOD はドリームオブドリームなんて生優しいもんじゃねえ。ドリームオアデスだ、つまり夢か死かだ。はい。あの大爆発、 CG なんかに見えなかったけど、まさかね。デスとか死とか言ってるけど、これってテレビ番組だよ。死ぬなんてあるはずないし。まあ、てめえの常識程度で俺の番組を測るんじゃねえよ。出た、このキャラ変更。つまんねえな。せっかく俺が最高のライブ用意してやったのに。ねえ、スタッフの皆さん、一旦カメラ止めようよ。お、この司会の人なんか変だよ。見ただけでわかるだろ、変なの。皆さん、ねえカメラさん、照明さん、顔死んでるぞ。照明さん、レディさん、みんな無じゃん。なんで返事がないの？返事どころじゃねえ、
反応そのものがね。こいつら機械みてえだ。マリネーは死んでしまった。こいつは揺るぎのない事実ばくね。もしそうだとしたら私のせいなんだろうね。そうだよそうだよ、君のせいだ。私がボールなんて受け取ったから。そうだよ。じゃあね、気にしちゃダメだよ。あんな爆発本物じゃないって。本物だよ。気にしろお前は。けどもし本当だったらマリネは死んだよ。そしてもし本当だったらあいつらを永久に死ぬよ。さーて、マリネは残念な結果に終わったけど、二人にはまだ輝かしい未来が待ってる。センターという栄光をつかむためにも2階にレッツゴー。そこで次のチャレンジが待ってるパクよ。あーちょっと長かったな今回。今回ちょっと長かったな。まあ今回はここで終わろう。また次回もねちょっと長くなるかもしれないけど、もうねちゃちゃってやっていくから、もうちゃちゃって進むから。じゃあまずね終わり、じゃあはいはいはい。はい